谷崎潤一郎犯罪小説集より白昼季語朗読その第2回。ちょうど時計が5時を打ったが、いい塩梅に彼は気がつかないらしく、全然話に没頭している様子であった。写真が終わって場内が明るくなったら、僕は3人の夫妻をつくづく見てやろうと思っていたんだが、彼らはそれまで待ってはくれなかった。角刈りの男が髪切れを捨てると、女はわざとため息をして、つまらないからもう出ようじゃありませんかと真ん中の男を促しているようだった。女の声はいかにも甘ったらく、わがままなダダをこねているような口ぶりだった。彼女がそう言うと、角刈りが一緒になって、そうだな、あんまり面白くない写真だな、君出ようじゃないかと愛を応じたらしかった。二人にせき立てられながら、真ん中の男も不祥不祥に座を離れて、三人はとうとう出て行ってしまった。前後の様子から察すると、二人は初めから活動写真を見る気ではなく、ただ暗闇と雑踏等を利用して秘密の通信を交わすためにそこへ入ってきたに過ぎないのだ。しかし彼らがいなくなったおかげで、僕はやすやすとこの紙切れを拾うことができた。で、その紙切れに書いてある暗号文字はどういう意味になるのだか、それを聞かせてもらおうじゃないか。ポーの物語を読めば造作もなくわかるんだが、ここに記してあるいろいろの数字だの符号だのは、みんな英語のアルファベットの文字の代用をしているんだ。例えば数字の5は A を代表し、2は B を代表し、3は G を代表している。それから符号の十字は D を表し、ポチは N を表し、セミコロンは T を表し、ハテナは U を表している。そこでこの暗号の連続を ABC に書き改めて、適当なパンクチュエーションを施してみると、一種奇妙なこういう英文が出来上がる。 In the night of the death of Buddha At the time of the death of Diana There is a square in the north of Neptune Where it must be committed by our hands。いいかね、こういう文章になるのだ。もっともこの中にある W という字はポーの小説の記載には載っていないんだから、彼らは W の代わりに V の暗号を使っている。それからこの中の D や B や N の花文字は、君に分かりいいように僕が勝手に書き直したので、別に特殊な花文字の符号があるわけではない。ところでこれを日本文に翻訳すると、まずこうなるね。ブッダの死する夜、ディアナの死する時、ネプチューンの北に一辺の鱗あり。かしこにおいて、それは我々の手によって行われざるべからず。ねえ、こうなるだろう。一見すると何のことやらわからないが、よく考えるとだんだん意味がはっきりしてくる。ブッダの死する夜というのは、六曜の仏滅にあたる日の晩ということなんだろう。今月のうちに仏滅にあたる日は四五日あるが、おとついの晩に女が二三日うちと書いたところから察すると、ここで仏滅の日というのはまさしく今日のことに違いない。次にディアナの死する時という文句がある。これはおそらくディアナは月の女神だから、月が没する時刻を指しているのだろう。それで今夜の月の入りは何時かというと、夜中の午前1時36分なのだ。ちょうどその時刻に彼らの犯罪が行われるのだ。それから面倒なのはその次の文句、ネプチューンの北に一辺の鱗ありという言葉だ。これは明らかに場所を指定してあるのだが、この謎が解けなかったらとても殺人の光景を
見物するわけにはいかない。ネプチューンという名詞が全く僕らの想像も及ばない彼らの間にのみ用いられている特有な隠語だとすれば甚だ心細いわけだが、前のディアナだのブッダなどから考えると必ずしもそんな難しいものではなさそうに思われる。ネプチューンというのは海の神もしくは海王星を意味している。だからきっと海あるいは水に縁のある場所に違いないと僕は思った。その時ふいと僕の念頭に浮かんだのは向こう島の水神だった。君もご承知の通り、あの辺りは非常に寂しい区域だから、そういう犯罪を遂行するには屈強の場所柄でなければならない。ネプチューンの北に一辺の鱗あり、してみると水神の祠かでなければ八尾松の建物の北の方に鱗形のこういう目印をつけた家だか地点だかがあるのだろう。水神の北という極めて漠然たる指定だけしかない以上、その目印は案外たやすく発見される場所にあるように考えられる。かしこにおいてそれは我々の手によって行われざるべからず。この場合のそれはという代名詞が殺人の犯罪を指していることはあえて説明するまでもないだろう。行われざるべからず、 must be committed のコミットという字の意味から考えても犯罪事件であることは分かりきっている。我々の手によってというのはその女と角刈りの男との両人が力を合わせてということなんだ。薬はいけん、紐がいいという言葉と対照すればいよいよこの謎は明瞭になってくる。もはや一点の疑念を挟む余地もないのだ。ここに犯罪の犠牲者となるべき人間のことが書いてないのは惜しいような気がするけれど、あの晩の出来事から推定すると大方三人の真ん中にいた髪をテカテカ分けた男が付け狙われているのだろう。もっともその犠牲者が誰であろうと別段僕らの問題にはならない。僕らはただこの暗号の謎を解いて場所と時刻とを突き止めて彼らの仕事を物陰から見物することができさえすればたくさんなのだ。それで今から僕らの取るべき行動は向こう島の水神の付近へ行って鱗の目印を探し当てることにあるのだ。さあもうこれだけ説明したら事件がいかに破天荒な興味の深いものであるか分かっただろう。そうして目下の場合僕らにとっていかに時間が大切であるかということも君は考えてくれなくてはいけない。僕はさっきからこの事件を君に報告するために1時間半も貴重な時を浪費してしまった。なるほど、そう言われてみるとすでに時計は5時半になっていたが、6月上旬の長い日足はまだ容易に傾きそうな気配もなく、洋館の窓の外は昼間のように明るかった。浪費したことは浪費したが、おかげで大変面白い話を聞いた。君はそれにしても一昨日から今日までの間に鱗の目印を探しておけばよかったじゃないか。こう言いながら私はこの場合彼に対してどういう処置を取ったものかと途方に暮れた。私はそぞろ一旦忘れていた昨夜からの徹夜の疲れを感じ始めたので、なろうことなら彼のお供を断りたかった。これからわざわざ向こう島まで出かけていって目当てのない探偵事業の助手を務める謎は考えてみてもバカバカしかった。そうかといって彼を一人で手放すのはなおさら安心がならないのであった。そりゃあ君に言われるまでもなく、僕は昨日の朝から一日かかって水神の付近をくまなく捜索したんだが、鱗の目印はどこにもないんだ。そうしてみると多分その目印は犯罪の行われる当日にならなければ施されないものなのだ。彼女はきっと今朝になってからどこかあの付近へ目印をつけたに違いない。
もっとも僕は昨日のうちに大概この辺りではあるまいかと思われるような場所を二つ三つ物色しておいたから、今日はそれほど骨を折らずに見つかるだろうと予期している。しかし何にしても暗くなっては不便だから、すぐに出かけるに越したことはない。さあ立ちたまえ、早くしよう。そうして用心のために君もこれを持っていきたまえ。こう言って彼はデスクの引き出しから一丁のピストルを取って、それを私の手に渡した。彼がこれほど熱心に、これほど夢中になっているものを止めたところで、どうせ断念するはずはない。要するに彼の妄想を打破するためには、やっぱり彼と一緒に向こう島へ行って、今日になっても鱗の目印などはどこにもないことを証明してやるのが一番適切である。そうしたらいかに園村が気が変になっていても自分の予想の幻覚に過ぎなかったことを悟るだろう。私はそう気がついて素直にピストルを受け取りながら、それじゃあいよいよ出かけるかな。シャーロック・ホームズにワットソンという格好だな。こう言って機嫌よく立ち上がった。おなり門のそばから自動車に乗って向こう島へ走らせる途中においても、その村の頭は依然としてその妄想にばかり支配されていた。ソフトの帽子を目深にかぶって腕を組みつつじっと考え込んでいるかと思うと、ちまち次の瞬間には元気づいて、今夜になればわかることだが、それにしても君、この犯罪者は一体どういう種類の、どういう階級の人間だろうね。せめてあの晩にあいつらの服装ぐらい確かめておけばよかったんだが、どうも真っ暗で見分けがつかなかったんだよ。とにかくポーの小説にある暗号文字を使ったりなんかしているんだから、決してあの女も男も無教育な人間ではないね。いや、無教育どころかかなり学問のある連中だね。ねえ君、君はそう思わないかい？などと言った。うん、まあそうだろうな。案外上流社会の人間かもしれないな。けれどもまた一方から考えてみると、上流社会の人間ではなくって、ある大規模な強盗や殺人を常識とする悪漢の団員のようにも推定される。それでなければああいう暗号文字などを使用するわけがない。あの暗号文字はかなり面倒なものだから、僕のような素人が読むにはいちいちポーの原本と照らし合わせていかなければならない。ところがこの間の角刈りの男はわずか 5,6 分の間に便所の中であれを読んでしまったのだ。してみると彼らはあの暗号を年中使用していて、僕らが ABC を読むのと同じ程度に読み慣れているに違いない。卑怯彼らは暗号を使わなければならないような悪い仕事を今までに何回となく繰り返しているのだ。さあそうなってくると彼らはなかなか一通りの悪漢ではないように感じられる。我々を乗せた自動車は日比谷公園の前を過ぎて、馬場崎門外の堀端を快速力で疾駆している。しかしまあ彼らが何者であるかわからないところが僕らにとってはまた一つの興味なのだと園村はさらに語り出した。僕は最初、彼らの犯罪の動機となっているものは恋愛関係であろうと思っていたけれど、彼らがもし恐るべき殺人の常習犯であるとすれば、恋愛以外に何らかの理由が複在しているのかも分かりがたい。いずれにしても僕らにはただ今夜の午前1時36分に向こう島の水深の北において何者かが何者かに紐を持って絞殺されるということだけしか分かっていないのだ。そこが著しく僕らの好奇心を挑発する点なのだ。自動車はすでに丸の内を抜けて浅草橋方面へ走っていった。それから3時間ほど過ぎた晩の8時半ごろのことである。私は気の毒なぐらい塞ぎ込んで黙々としてうなだれているその村を再び自動車に乗せて芝の方へ帰っていった。
谷崎潤一郎犯罪小説集より白昼記号朗読その第2回。